毛利と同盟し、徳川とも和睦した今こそ四国侵攻の好機だがや、長宗我部元親のそんな態度をこれ以上許しておくわけにはいかんがや、まずは奴と組んどる才華を討伐して皇庫の売りを断つんだわ。その後四国に総攻撃を仕掛けるでよ、長宗我部を潰したんだが、後に伊予と土佐の両国を毛利家に与えるがや、毛利の奴が日本を売るがね。長宗我部元親は羽柴秀吉に対して戦う姿勢を示しつつも、外交による解決の道を模索していた。有力な大名家との同盟はどうなってしまったがよ、孤立した状態で秀吉と戦い続けるのは難しいぜよ。和平の道を探るのが得策ではないかい。天下の覇権を手にしちゅう秀吉と今は戦う時やないじゃ。四国での戦いを回避する方法を模索せないかんぜよ。だがやるだけやって折り合わんかったら、その時は決戦するのみぜよ。元親は一宮城を守っている谷忠澄を和睦交渉の使者として秀吉のもとに送った。元親に四国をそのまま治めさせて秀吉公の先陣として任じたら、日本平定に大いに役立つじゃろう。元親は領主にふさわしく武勇にも優れちゅうぜよ。ぜひこのまま四国を統治させていただきたいと思いますき。お姉さんは言いたいことを言うやつだがね、この夏に長宗我部を討伐することは決まっとるでよ。それが嫌なら早々に降伏しりん。土佐以外の三国は元親が奪ったもんだでよ。それを差し出さんと大軍で元親の首を取るがや、急いで国へ帰ってそう伝えりん。長宗我部を潰し毛利に言うと土佐をやるつもりだったけどよ、さすがにやりすぎだがね。これでは毛利の力がでかくなりすぎてまうわ。長宗我部が和睦に応じるんだ、土佐だけは長宗我部に認めてやってもええがね。元親は外交での事態の打開を図った。しかし天下統一に勢いづく秀吉は、使者である谷忠澄の言葉に耳を貸さず、元親に阿波、讃岐、伊予の三国返還を迫った。秀吉に譲歩の余地が全くないと悟った忠澄は急ぎ帰国し、元親に報告した。四国統治を何度も願ったけんど許されんで、土佐一国だけ与えるっちゅうことでよ。不満かもしれんけんど秀吉の命令に従うべきかと思うちょるがよ。これに逆らったら秀吉は本気で四国攻めばしてくるぜよ。今秀吉と戦う力は我らにはないがよ。四国には兵糧が少のて秀吉と長期戦は無理じゃ。どうかよくよくご分別くださいな。和睦の用意はあるぜよ。けんど秀吉が土佐しか認めんちゅうなら戦うしかないがやき、秀吉の下道に栄養にされてたまるかよ。元親は谷忠澄の報告を聞くと激怒し、その進言を退けた。土佐だけじゃ足りんぜよ。まだ時はあるき、秀吉が家康と和睦したっちゅうてもこれからどうなるかわからんのじゃ。和睦交渉が続く中、秀吉は天正13年1585年3月に紀伊の西下と根室寺を攻め滅ぼした。その後秀吉は4月に四国へ出陣する予定であったが延期され、元親との交渉を継続した。四国をすぐにでも制圧したいとこだけど、北陸の札束も気になるでよ。しばらくは和睦交渉の行く末を見守るでよ。元親がわしの言うこと聞かんかったら、その時は成敗だがや。一方元親は秀吉との和睦交渉を続けながらも、決戦に備えお工場を立った。話が決裂するかもしれん、もしもの時に備えていつでも戦えるようにしとかんとあかん。交渉が失敗することを見越して城の改修整備を急がにゃいかんぜよ。四国を手に入れたことは武門の誉れぜよ。けんども今や秀吉の軍勢は向かいにゃなら、これは武士の本望じゃが、長宗我部家の命運もこの戦いで決まるぜよ。8000の兵を率いて白地城を本陣にして全軍を指揮するがぜよ。白地城は四国4カ国の境にあって、各方面と連絡が取れる場所じゃき。元親は秀吉の侵略に備え、土佐を中心に最大規模の徴兵を行い、5月下旬には自ら白地城に入って臨戦態勢を整えた。前線近くに本陣を置いて国衆の存続を保証して人心を治め、戦に備えるがぜよ。それと同時には僕の道も諦めんじゃ。秀吉と元親の和睦を何としても潰さねばなら、瀬戸内海での政界権を確保するためには伊予を元親に渡してはいけんのじゃ。これは絶対に阻止せにゃいけん。秀吉に進言して阻止しちゃるけ、元親の腐れ下道には何度も煮えを飲まされてきたけえの、秀吉と元親の和睦交渉をぶち壊して戦に持ち込んじゃるんじゃ。何としても秀吉に四国攻めを決行させるんじゃけ。秀吉が四国討伐を決めりゃ長宗我部は滅びるじゃろう。そうなりゃわしらは伊予だけじゃのうて土佐まで手に入れられる可能性が高いんじゃけ。秀吉と和睦交渉を続ける一方で、元親は毛利の強硬な姿勢から秀吉との決戦は避けられないと予測していた。
毛利が和睦を邪魔し言うらしいがじゃ。秀吉が毛利の言葉を受け入れたら、その時は戦になってしまうき。となれば伊予方面は毛利との歴戦が必至ぜよ。そのために金子元家に援軍を送らにゃあかん。万が一、金子元家が討ち死にしても、子孫を引き立ててやろうぜよ。同盟関係にあったいよ。金子城の金子元家とは、羽柴軍の侵攻によって元家討ち死にの際には、金子一族を土佐に保護する盟約を結んだ。これは、金子の拠点である伊予の新軍は毛利軍の標的となり、激しい戦闘が予想されたためである。5月中旬にはこうした臨戦態勢を整えつつも、元親は最大限の情報を持って戦争回避の道を探っていた。仕方ないぜよ。秀吉に阿波と讃岐を献上して、さらに実子を人質として出す気に。その上で、信親を大阪に住まわせて秀吉に奉公させるがぜよ。その代わりに、伊予、土佐の両国を安堵されるよう申し出るちや。これがギリギリの情報ぜよ。土佐と金子元家の領地、新軍のある伊予は確保せにあえた。同盟を結んじゅう金子元家のためにも、どうしても譲れんせんじゃき。5月、元親は阿波、讃岐を差し出すとともに、実子の角親忠を人質とし、さらに嫡男、信親を秀吉のもとに置くことを条件に、土佐に加え伊予の安堵を求める案を提示した。実子を人質として差し出すとは、降伏を宣言しとるのと同じだがや。これまでよりも大きな情報を示したで、この辺りで手を打ってもええがね。無駄な戦力消耗を避けたいと考えた秀吉は、一旦元親の和睦案を受け入れた。伊予だけは絶対に元親に渡しちゃいけんのじゃ。毛利としてはこれを認めるわけにはいかんけえの。高影が伊予元親にはやりたくないって戦いとるわ。毛利の奴らの意向を無視して元親と和睦することはできんがね。毛利が伊予を強く欲しとる以上、やっぱり元親から伊予を取り上げるしかないわ。伊予は高影に与えることにするでよ。元親には土佐一国の身を安堵するがや、もしこれを認めんと元親を潰すでよ。秀吉は当初、元親に対しては阿波、讃岐の放棄を条件に、土佐と伊予東部、南部の領有を認める意向を示した。しかし小早川高影の反対に遭い、伊予一国を高影に、元親には土佐一国のみを認める決定を下した。この変更のために、和議が成立寸前だったにもかかわらず、元親は秀吉に抵抗せざるを得なくなる。毛利の腐れ下道のために、この情報案でも和睦が並んだか、土佐一国だけじゃ。和睦はできんぜよ。この条件を拒否するんなら和議はなしだがね。すでに受け取っとる元親からの人質を返還しりん、今から長宗我部討伐に入るでよ。秀吉は人質としていた角親忠を元親に返し、和議を保護にした。そして四国への出兵を決断したのだった。四国攻めの総大将は秀長とするでよ。わしも四国への渡海準備に入るわ。6月25日、28日、7月1日と順番に兵を渡海させりん。7月3日にわしが出馬するでね。また、毛利は伊予へ、浮田は黒田、八須賀、仙北を率いて讃岐へ行くんだわ。四国を三方向から同時に攻めるでよ。秀吉は岸和田城を本陣とし、羽柴秀長らを四国へ進攻させた。総大将、羽柴秀長は3万余りの兵を率い、堺を出港。洲本を経て福良に上陸した。ここで明石から進軍してきた羽柴秀次勢3万2000と合流し、阿波の土佐泊城に軍を進めた。羽柴秀長勢、秀次勢合わせて6万2000の大軍だった。一方、八須賀正勝、黒田義隆らを加えた浮田秀家勢2万3000余りが讃岐の屋島に、小早川高影、吉川元長率いる毛利勢4万が伊予へと向かった。こうして羽柴軍は阿波、讃岐、伊予の三方向から四国侵攻を始めたのである。元親による四国制覇からわずか半年後のことであった。秀長に伝えや、元親が降伏を申し出てきたら受け入れりん。奴を許して土佐一国を安堵してやるわ。元親なんぞすぐに降伏するに違いが。もともと元親は降伏したかったはずだがね。それを毛利の横やりでできんかっただけだがや。この度の四国出兵は毛利に自力で伊予を奪い取らせて満足させるための戦いだで。ただ、土佐は毛利にだけはやらんわ。毛利がこれ以上でかくなるのは面白くないでよ。土佐は長宗我部で治めるのがちょうどええわ。一方、元親は羽柴軍を迎え撃つため、讃岐、伊予、阿波の国境付近にある白地城を本陣とし、そこで全軍の指揮を取った。和睦交渉がこじれることを見越して、迎え撃つ準備はもう整え中でよ。傷城には搭乗石の表へを置いて、無野方面を警戒させ優雅や。脇城には甥の長宗我部親吉を置いて、阿波と共に讃岐方面を守らせるがぜよ。
おそらく敵は都会した後、まずさぬきの上田城を攻めるじゃろう。そこに平和近武と細川源左衛門を入れて防備を固めるがぜよ。上田城は南が山で、大手門は谷になっちゅう。羽柴軍が来たら、山伝いに包囲して、夜襲で殲滅するちや。元近は阿波の傷城に登場席で、一宮城に江村近都氏、谷忠澄、猪山城に吉田康都氏、岩倉城に長宗我部親興、脇城に長宗我部親吉、牛木城に高宗我部親康を配置し、徹底抗戦の構えを見せた。しかし、その兵力は全軍で4万程度であり、羽柴軍の3分の1に過ぎなかった。敵は大軍勢を、重要なところに軍勢を集めて、取りに足らん城は見捨てるしかない。わしの四国出馬は延期するでよ。わしが今四国へ行けば、秀長の総大将としての資質を否定したねんがね。秀長の顔を潰してまで行く必要はないでよ。秀長の顔を立てながら遠方からの指示だけでええがね。北陸方面のさすがいの差も気になるでよ。阿波方面の攻略を目指す秀長、秀次勢は土佐泊城に上陸後、木津城に進軍した。森村春を四国平定戦の先導役にするわ。まずは木津城を攻略するで。木津城だけを包囲するんじゃなくて、軍を分けて一宮城も包囲しや、損害を出してまで力攻めする必要ないでよ。都会して木津城でも何でも包囲するだけでええがね。多少城攻めの期間が伸びても構わんがね。圧力をかけ続けて降伏させや。秀長勢は全軍で東条関の兵衛がこもる木津城を包囲し、水の手を断つ策に出た。木津城は数日持ちこたえたが、7月5日に開城した。木津城陥落後、猪山城の吉田康都氏は土佐に逃げ帰った。東条関の兵衛が内通してきとるがね、奴の協力を得て牛木城も開城させりん。秀長勢は一宮城へ、秀次勢は仙北秀久、八塚正勝らと共に牛木城へとそれぞれ進軍した。牛木城は東条関の兵衛の協力を得て陥落。ここを守っていた高宗我部親康は土佐まで撤退した。秀次勢は続けて長宗我部親吉の守る脇城を包囲した。なお東条関の兵衛は元近に重要されていた阿波南方の有力国衆であったが、木津城籠城の際秀長に内通していたという噂が流れ、元近の不興を買ってしまう。結局他の城に籠城せずとさえ逃げ帰ったことを二神の証とされ、裏戸城で切腹させられた。攻略した牛木城の人質を取りや、一宮城は日殺しにするようにしや、一宮城を厳しく包囲して三の丸を落として水の手を止めりん。書状を落城させても陣の配置とかは油断したらいかんに、大軍だからって気を緩めたらいかんがね。阿波の書状の将兵はほとんど抵抗せず逃亡し、長宗我部方の拠点は一宮城、岩倉城、脇城の三城のみとなった。秀長が一宮城、秀次は岩倉城と脇城を攻め、いずれの戦いにおいても秀吉の命令により水の手を断つ作戦が取られた。一宮城には江村親都氏と谷忠澄、脇城には長宗我部親吉といった長宗我部家の一族や重臣が籠城しており、秀長、秀次勢の包囲に粘り強く抵抗する。包囲を続けて元近の御詰めを誘うんだわ。元近が御詰めに来たら一気に決戦に持ち込んで討ち取ってやるで。しかし元近は結局白地城からの指揮に徹し、自ら出陣することはなかった。元近の居場所を探索しりん、わしに逐一中心するようにしや。上田城で敵を引きつけて殲滅する作戦じゃけ。ここで讃岐と阿波の敵の連絡線を断ち切るがよ。讃岐方面では浮田秀家を大将に、播磨から八塚正勝、黒田義孝、仙北秀久ら2万3000の軍勢が上陸していた。浮田勢は屋島に上陸後、まず清華城を攻略し、高松雷雄を討ち取るなど、順調に讃岐を侵攻していく。しかし上田城の固い守りを目の当たりにした黒田義孝は、讃岐の制圧を後回しにして、まずは羽柴秀長と合流することが先決だと主張。これに応じて浮田秀家は讃岐での大規模な戦闘を避け、全軍を阿波にいる秀長勢と合流することを目指した。元近の作戦は浮田勢が深入りせず阿波へ向かってしまったために空振りに終わったのである。毛利輝元は備後三原に残り、一族の小早川隆景らを四国に出兵させた。まず6月27日に小早川隆景勢が今治に上陸し、続いて7月2日には別動隊が新居浜に上陸した。戦いの始めからうまくいっちょらんの。
政界権を確保すべく三好島を制圧しよう、打ち思う探者が失敗しまったけ、とりあえず海上封鎖するにとどめるしかで喧嘩ったわい。これじゃあ補給の維持に不安が生じる系の。それに元長の軍勢も遅れとってまだ合流できんのじゃ。こがなことじゃ本格的な進行なんてでけんわい。7月5日小早川高影の上陸から1週間以上も遅れて、吉川元長が今治に上陸し高影と合流を果たした。予定よりだいぶ遅れとるんじゃ。じゃが急いで右軍を制圧しよう思うたら足元を救われる系の。慎重に戦いを進めにはいけんのじゃ。敵は金子城と高尾城に軍勢を集めとるんじゃ。元長はすぐに東に進んで別動隊と合流せ、急いで金子城を攻略せえや。わしはその間に高尾城の市場を落とす系の。この時毛利勢を迎え撃つ金子勢はおよそ2000余り、長宗我部元親が援軍として派遣した軍勢はわずか300ほどだった。状況は圧倒的に不利だったが、金子元家は決死の覚悟を決める。元家は金子城を弟の元春に託し、自身は高尾城に籠城して迎撃の構えを見せた。わしらはまず丸山城を落とすんじゃ。ただし新軍の奴らは恐れを知らんけえの、軽はずみに攻撃してむやみに撃たれんようにせえや。総勢3万を超える毛利の大軍を率いる小早川高影と吉川元長はそれぞれ丸山城、金子城の攻撃に向かった。そして小早川高影は7月14日に黒川広隆が守る丸山城を攻略した。わしらはこの地にとどまって高尾城を囲むんじゃ。一方吉川元長勢も7月14日金子城への総攻撃を開始した。金子勢は激しく抵抗し、熾烈な戦いが繰り広げられた。戦闘は周辺にも及び、近隣の神社仏閣が焼き打ちに遭うなど、辺り一面が戦場と化した。そして毛利軍の猛攻の前に金子城はついに陥落。長宗我部軍の援軍として指揮を執っていた片岡光綱はこの戦いで命を落とした。高尾城を攻め落として金子元家を討ち取るんじゃ。じゃが戦いは慎重にせにゃいけん。金子城を落とした吉川勢と合流した後、高尾城を総攻撃するんじゃ。十数倍以上の圧倒的な兵力差であったにもかかわらず、小早川高影は吉川元長勢との合流を待って高尾城攻めを行った。7月15日から総攻撃を受けた高尾城は、金子元家らが懸命に防戦したものの収穫できせず、7月17日元家らは城に火を放って脱出した。そして600余りの兵を率いて城外の野の市ヶ原へ打って出た。そこに元親の援軍200も加わり、総勢800余りの金子勢と1万5000以上とも言われる毛利勢の戦いが繰り広げられた。金子勢は13人になるまで降伏せずに戦い続け、金子元家は戦死、金子勢は全滅し、毛利勢が勝利を収めた。この敗戦で長宗我部元親は伊予における最大拠点を失うことになった。まだ完全には新軍を制圧できとらん。わしはこの地にとどまって新軍の制圧を進めていく系の。別動隊はさぬき阿波の国境に近い川之江城を攻めるんじゃ。川之江城は主要街道が交差する交通の要衝じゃけ、ここを落とせば阿波の秀長とも連携が取りやすくなるじゃろう。阿波との連絡を安定化させた後に西へ進んで伊予全域を制圧するんじゃ。高影は新軍の制圧を進めながら一部の軍勢を投進させ川之江城を包囲させた。一宮城を救援した忍者が白地城から出陣して秀長と決戦することはできんぜよ。ここにある8000余りの軍勢じゃ少のうてかなわんがよ。浮田勢と合流した秀長と戦うても太刀打ちできんがじゃ。出陣することもできんがか。それにここにおったら秀長勢と毛利勢に攻撃される危険も出てきたき、出陣するもとどまるも危険な状況になっちゅうがじゃ。だがまだまだ戦える風やり。秀長勢は一宮城の包囲を続けていた。もはや元親が一宮城の御詰めに来ることはにゃだがね、一宮城の落城は近いがね、一宮城に使いを出して降伏を勧告しや、詳しい条件については陣中で話すで、江村親としか谷忠澄のどっちかは呼び出しや、これは決して計り事なんかじゃないでよ。一宮城を包囲して20日ほど経った頃、羽柴秀長は城を守る谷忠澄を呼び出した。一宮城を滅ぼした後、海府に攻め込んで元親をおびき出して対決する予定だがね、その段階で降伏しても遅いでよ。今のうちに降伏すれば許してもらえるだろうで、ぜひわしの指図に任せたらどうや。さぬき、阿波、伊予を返上すれば土佐一国は安堵できるで、そのことを元親によく伝えり、元親が土佐一国での降伏を受け入れりゃ双方の犠牲は避けられるがね。それに元親の面目も立つだら。
谷忠澄は秀長の申し出を受け、一宮城で江村親俊と相談した後、急ぎ白地城の元親の元へと向かった。城を守る者は負ければ切腹するんが武士の習いやき、それなのに秀長に丸め込まれてわしに降伏を進めるとは何事ぜよ。金子元家は毛利に攻められて腹ばきった中、長宗我部の家臣や内見ど義は貫いたがじゃ。四国で侍の義は果たすんは元家だけ長か。たとえ一宮城が落とされても1万8000を率いて海部で決戦するつもりぜよ。土佐だけになっても降参など考えちゃおらんき、西国一の弓取りと称されたわしが決戦もせずに秀吉に降伏したら末代までの恥やき、恩師をこれほどの未熟者とは思わず一宮城を任せたことが悔やまれるちや、早々に一宮城に戻って腹を切れや。しかし忠澄は諦めず、その夜元親の家臣団を集め協議を開いた。攻勢を続ければ滅亡は免れないという意見が多く、忠澄の提案通り和議を受け入れるべきとの結論に至る。家老たちはすぐさま元親に再興を促した。殿のお怒りは最もやけんど、本国近くまで攻められ降伏するのはよろしくないぜよ。一宮城和議場が持ちこたえ中地に和議に応じるべきやき。確かに忠澄の言う通りやき、徹底抗戦したいけんど現実はそうもいかんちや。あは伊予方面は全面的に押され中、家来どもはすでに戦意を失っちゅうぜよ。敗色が濃厚地や、戦力と時勢の差で勝ち目はほとんどないがか。仕方なし、人形はおさんけどおまんらの勝手にしたらええや。3日間にわたる説得の末、元親はついに秀長の提案を受け入れ降伏を決断した。秀吉の大軍の前に行しきれないと判断し、不本意ながらも和睦交渉に入ったのである。10年の月日をかけて自ら切り取ってきた四国やったけんど、これで失ってしもうたぜよ。まっこと無念じゃ。秀次は脇城への攻撃をやめるんだわ。元親が人質を出したら陣を解いて軍勢を引き上げるでよ。7月25日、秀長は江村親俊と谷忠澄に書状を送り、元親に土佐一国を与える用尽力し、交渉のため5日間戦争を停止することを約束した。そして秀吉に元親からの和議の申し入れを報告し、祭壇を仰いだ。元親に土佐一国を認めるで、その条件として二人の実子を人質にするんだわ。さらに家老の人質も取るでよ。元親の処遇を秀長に一任するわ。これにより元親はさぬき、阿波、伊予の没収と人質の提出を条件に土佐一国を安堵された。天下統一するにはまだ九州の島津義久、さらに東には小田原の北条氏政らの勢力がおるがや、戦力の消耗はできるだけ避けたいわ。侵攻開始からわずか1ヶ月程度で長宗我部元親が降伏した。これを受けて秀吉は戦後処理に乗り出す。阿波は八塚江政にやるでよ。淡路は脇坂康春と加藤義明にやるだれ。佐々木は仙北秀久にやって伊予島正康を与力にさせるでよ。伊予は小早川高景にやるわ。8月19日、秀長は元親の人質を受け取り、阿波、さぬき、伊予の諸将らは新たな領主に次々と服属していった。香川信景は天城城を去りとさえ移ったため、讃岐香川氏は滅亡。多くの家臣も彼らに従ったため、讃岐の名族は没落していった。原田州はあるけど、上洛して秀吉に挨拶せにゃいかんじゃ。これからは奴の配下として生きるほかないがぜよ。土佐一国の身を安堵された元親は10月、その霊のため上洛する。なお、元親が降伏した頃、和睦していた一条兼貞は病死していた。秀吉の四国攻めを機に土佐奪還を企てていたが、志半ばで倒れたのである。四国は平定したがや、次なる目標は九州平定だでよ。そのためには瀬戸内海沿岸の要所に城を築かせて政界権を掌握する必要があるがね。これにより肥大金国を安定させるだけじゃなく、九州出兵に必要な兵や物資の補給のも確保できるでよ。